ようやくだ。あ、死んじゃったね、あいつ。フックショットを手に入れた。ボヨヨーンと伸ばして使おう。ボヨヨーン。さあ、これでちょっと今まで取れなかったアイテムとか取れるようになったよ。まずこういうとこ とか取れる。あ、そうだね、気持ちいいなこれ。お金だって。でもあ、なるほど、そういうことね。この壺取れねえじゃんと思ったけど。あ、これもフックショット使えばすげえ楽だ。こう食らいまくってたけど。で、これ鍵だ。え、中ボス戦が2回あるんだね。うわっ、待てよ。そしたらフックショットか、多分。そうだよね、目玉を狙って。オッケー。なんだ。今結構入れたけど、なかなか倒せそうにないぞ。よし、いった、一匹いった。動きがすげえ、なんかトラウマになりそうなんだけど。さあ来い。あ、ストーリーになったからちょっと行動パターンが少し変わっちゃったね。さあ今だ、間違えた間違えた。よし、行った。まさか中ボスが2体目いる。いや、これが本当の中ボスだったのかもしれないね。ここワープが出現したから。ここも取れるよね、これでゲット。で、これもこうか。全部お金っていうね。さあ、小さな鍵。そしたら基本的には宝箱大体は取ってきているから、次は小さい鍵ここで使うんだね。来た、ここだ。で、一旦階段降りて登ってだ。で、鍵を使うか。来たよ。で、フックショットでボスの鍵が足らない。まさか、ちょっと待って、潜れるんかい。4つのろうそくが交わるところ深く潜るべしって、そういうことだったのね。ゲッソーまで出てきてんね。もう完全にこれマリオのゲームになってるわ。いや、ちょっとね、今回はこのボスの鍵ちょっか結構苦戦したよこれ。で、これでボスの鍵か。さ、じゃあようやくボス戦いけるね、これで。おめえか、風の魚を起こしに来たよそもんは。食っちゃる。どういうやつなんだこれ。ナマズ
なんだね、フッカー。これは尻尾か。え、ちょっと今回は結構苦戦するんじゃないかこれ。落ちたし、どっかフックに引っ掛けんだよね。あ、う、何効かない。どこだ、尻尾か。え、こんなに戦い方が分かんない敵はなかなか。爆弾、いや、うわ、なるほどなるほど、そういうことね。おら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 、そういうことか。これジャンプすればかわせんのかな、もしかして。あ、ジャンプでかわすのね。ちょっと気づくのが遅かったかな。来い。あ、まあ失敗した。うわー、やっちゃった、ボタン間違えた。そっちかー、無理だな。そう、ちょっと左、左専門で行こう。来い。あー、あ、でもこの端にいれば、ま、ダメージ受けないね、もしかして。もらった。うわ、これ大チャンス、大チャンス、大チャンス。ポイントは回転切り食らわせてあげたいけどね。ほらほらほら、よし、行った。おめえまだこの島がどんなとこか分かってねえな、お人よしなやつ。これマリンバって言うんだね。生まれて初めてこの楽器の名前知ったわ。神殿、神殿に島の秘密がある。